はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、とっちゃんです。さあ、今回は、AK47 ゴールドスネーク、まあ、ゴールドスネークというか、まあ、普通の AK47、こちらで言うと MA47 ですね。こちらやっていきたいと思います。で、使うバレルはライフリングバレルでやっていきます。ちょっと、連射力遅いけど、火力最大限出したいなと思いまして、こちらでやっていきます。バースバレルでも10超えないんですね。アバだと10いくんですけど、通常の方だと。ジェアバの AK だと10いくんですけど、確かこっちいかないので、まあ、ライフリングにしても、バースバレルにしてもそんなに差がないんだったら、火力重視で、扱いやすさ重視というところを、重点に、扱っていこうかなというふうに思います。というわけで今回こちらやっていきます。はい、それではやっていきましょう。さ、火力に関してはもうなんか J アバの AK みたいな火力しております。改造したようなね、合成ではなく。あれ？いないけど。ショットガンかな？今のは。あー、すごいね。撃ちすぎると、もう反動抑えきれなくなっちゃうわ。こんなにもう、きつくなるんだね。だ、バーストだともうちょっと集団悪くて、扱いにくいってことでしょ？それ考えるとファーストって意外と大変だね。あ、落とせないか。あ、落ちない。お、あー、顔出してくれー。顔出ないか。おお、全然違うの出てきた。さあ、3発落としかな、今の。削れてる敵ではないね、今の。やっぱ頭へのダメージが、そして非常に高い。さあ、残り1発しかないが、まあ、頭さえ。ああ、敵がいた。さあ、かなり押せ押せの状態かな。てか、走ってる時の、あれだね。武器のしまい方、めっちゃいいね。あれ、ジェラもこうだっけかな。すごい、ほら、下まで下げてくれるから、すごくいい、これ。敵。ああ、そっちにもいる。さ、なんか荒らされてたような、感じがするけど。ああ、ダメか。めっちゃ後ろにいんね、ずっとね。これはやりに行きましょう。結構ね、日本じゃ見られないようなやっぱプレイスタイルが多い。すごくあんまり見ない気がするんだよね。ずっと後ろの方で隠れてスナイパー置いとくっていうのはやっぱなんか、なんていうんだろう、合理的なのかなっていう感じもするんだよね。逆に爆破とかになると全然そういうこともなくて、なんかイケイケどんどんな感じのところもあるけど、まあ、なんかでも極端な感じがするね、すごくね。あー、落とせないか。一発3割ぐらい削ってるかな。ダメージ見てるとやっぱりすげえ入ってるってのがわかるね。それだけでわかる。上にまだいるね。やれないか。死なない。結構入れてるよね。結構入れてるよね。で、なんか一生回復してんの？無限に。結構入れてると思うけど。これね、PGM とかだったら下から抜くんだけどね。あ、当ててるわ。4割カットぐらい。さあ、頭に入れていく。ちょっと敵いなかった？そうやね。オーマイガー。気にしすぎは良くないね。あ、やられたから大丈夫。あー、落としたかったー。もう一発入れればね、8割ぐらい削ってたんじゃないかな。さあ、見えないけど、とりあえず撃っとく。
後ろから来たー。装甲ピストルで削られて、あ、今のとこちょっと攻めきれない。あー左か、落としきれないね。やっぱりかっ、ああいう撃って隠れられるっていういいポジションにいられるとどうしても落としきれないね。おっと、ただまあバーストよりはバーストもね何回か使ったことあるけどやっぱ火力は出てると思うんだよな。ただしっかり当てていきたい。これスナイパーじゃないんだね。さっきこの人さ、俺あのバグでなんかライフル前になってるだけかなと思ったら、あれガチなんだね。そんなスキンがあるんだ。ああ、そっちから、いや落とせない、当てらんない。なんとか攻略したいね、あそこのスナイパーを。頭入れたと思ったら多分無敵だったね、後ろね。落としたかったー。頭をねきっちり入れていきたいね。マジか、負けんのか今の。ああ、終わりだ。頑張ろう。おお、グレネードが来た。意外とね最速で上がってきてくれたりとか、やっぱ強いよね。強ー、頭2発無理ー。足ダメじゃなかったらね、落ちたっぽいね、さっきのね。でも腕ダメ、足ダメで17持ってってんのすごいと思う。腕ダメでも20何歩 ?24? 持ってってたね。意外とここまで見ない。つか、真下いるわ。さあ、ここは落としていきましょう。右側にまた来てるのかな。うまい、ラスト1位。さあどこにいるかな。ガンガン走ってね。海行くか。実は内側に入ってるとかじゃない？これ。センターキャット。ほら、削れてる敵に対して腕ダメで30持っててるわ。すげえ。さあ、1対3でございます。ダメだね。頑張れてないよ。頑張んないと。ブラサーグラナード。ここでやれねえかな。さあ勝て。右側かな、もう一回。センターキャッ
タもいるね。やば。さあナイス。あー一発だけだけどやってくれた、ナイス。ここ4発になっちゃうとね、ダメだなって思うんだよね。まあ足に当ててる俺が悪いんだけどね。これさ、あー何本これで。ちょっと待ってね。その前に、これで腕ダメ26でしょ。あ、なんかここのレイアウト違うんだね。やっぱりボーダーをね、消し飛ばしてれば、このダメージが入るからめっちゃ強いんだけど、やっぱここを、胴ダメとか入れないといけないね。頭とかね、あと。頭入れて、しっかり。で、腕ダメで。惜しいな、おい！おい、ナイス。ここだけでだって57持ってってるでしょ。57.9 でしょ。で、69.3 でしょ？ 57.9、 70以上持ってってるわけでしょ。完全にもったいないんだよな。どっち来る？こっち来る？センター取りたいけど、ただ一上もね、普通に危ねえ。これだね、頭だね。あー、そっちにスナイパーいるー。頭6じゃないんだ、すごい。だからこれだったらワンチャン、あれだね。あー、でも頭胴はないか。さすがに、見れないか。胴ダメで30、まあ、40入る可能性なんてないもんな。あー、やっぱ3発だろうな、このゲームだから。2発はないね、おそらく。こんだけダメージ入るんだったらマジすごいね。十分だと思います。さあしっかり攻めていきましょう。ここのグレネード、ああしくった。V がないんでね。さあ上上がってってくれております。でかい。あーと一発もったいねー。待って、最初30、30でしょ？離れてるのに30、30すごいな。あ、これすごくない？ダメージすごいわ。いやー、最初ね、一発もらわなければね、耐えてたね。もったいない。さあ落としていきましょう。あはは、やばい、やらかしたこれの方がダメージ入ってるってすげえんだよ。さあ勢いがありますね。追いついてきました。素晴らしい。グレネード痛いよね。さあ取ったんで、もう最速で設置していきましょう。ガンムシ、ガンムシ。浮いたけど。
やばーい。サラスイッチ。はい、ナイス。壁抜きでも入ってるとこ入るね。あ、そういうグレードあるんだ。あの最速で DD 来る人落とすやつだ。危ねえ。非常にまずい。俺が C4 なんだよね。後ろくっついてった方がいいね。これはね、おとなしく。V あるの ?V ないよね。いや、すんげえスナイパー拾いて。これは非常に難しい。やだ、俺離れちゃってる。ダメだ。ただ突破してあげたいんだよね。前にね。俺アサルトだし。これで、もう一人アサルトがいると。ロジャー。うわ、後ろにもいたし、最悪。後ろにもいたよ。これ壁抜きじゃなかったら倒してんだ。もう当てどころだね。全然ライフリングでもいけるけど、やっぱちょっとあれだね、フロート向けだねこれね。意外とバーストの方が難しいんじゃないかって思ってたんだけど、こっちの方がフロート向けだよ。オッケー。ああ、意外と来てたか。逃げ場がねえ。逃げ場がねえ。さあ、何としてもここ1本取って66には持ち込みたい。頼むでー。お、ゴミよ。だからグッドだね。あ、上かこれ、どっちだ。上だね。あー、ここ来てくれー、頼む。さあ、うわ、危ねえ。よろしくない立ち回りだけど。オッケー、頭入れたー。頭 62.9、 素晴らしい。オッケー、首の皮一枚繋いだよ。当たってねえな。薄々持ってたけどね。オッケー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 。スナイパーあそこね。
上から撃たれた。めっちゃ削ったのに。お前、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 ラスト1、ラスト1。いけるぞ、いけるぞ。これは見届けたいぞ。さあ、あとは1が確定っていうね。あれが聞いてるけど。いいな、ジャガバランス券欲しいな。上じゃない？ああ、もう来てたんだね。ナイス、逆転勝ち、素晴らしい。はい、というわけで、AK47 のゴールドスネーク、やりました。まあ、ライフリングね、ちょっと、クロート向けかもしれません。当てどころがしっかりしないと。こいつの良さを発揮できないっていうのかな。バーストはさ、連射力が高いからね。まあ、その、数打った方がいいんだけど。ね、ライフリングが本当当てどころ悪いと、さっきの俺みたく、ね、腕で、腕4発で落とせるところが、足一発入っちゃうと、ダメだったりとか、するので、やっぱそういうところで難しさを感じます。ただね、バーストの方はね、数打ち当たる戦法なんですけども、ここがちょっと下がるんで、もうさらにちょっとね、難しくなっちゃうところも、場面もあるかな。遠距離とかマジできないで。まあでもね、近距離戦はね、間違いなく、バーストの方が、うち、レートで負けないところは増えてきます。負けないっていうか、まあ他の武器も早いけど、他の武器の方が早いんだけど、このライフリングよりは負けないところが多くなるので、まあ保険をかけるならバーストかな。で、やっぱ単発火力とか、例えば、チーム戦とかになった時に、敵の HP が残りローってなった時は、やっぱこっちのライフリングの方が一発当てた時に、一発で落とせる確率っていうのが高くなるので、そういう面で見たらライフリングの方がいいのかなって。こっちがクロート向け、まあ、自信がない人はバーストでっていうような形でいいと思います。はい、というわけでね、ゴールドスネークやってきました。次回は、また違うのやってきますね。楽しみにしてください。お疲れ様です。